攻めてそこに行ってから言うそうですよね、うん、その世界をしっかり見てから言うよこなんでやってえおいおいおいこれこれきれこんにちは、こんばんは。膝立ち打ちが打てないシングルって本当に多いけど、ハンドアクションレベルが低すぎるんよね。だから月に2回も3回もラウンド行ってないとスコアが出せないっていうシングルが多すぎて情けなくなっちゃうよね。で、おなじみ WGS 奥田です。お世話になります。神でございます。トシプロのドライバーショット、はい、いきなりえげつないの、はい、うん、反応できなかったですからね。まだ冒頭の挨拶中で、挨拶中で、はいはい、おなじみシリーズです、はい、その通りですよ、ね、その通りですよ、はい、ということですね、うん、今夜の動画はトシプロのドライバーショットと、はい、膝立ち打ちを堪能してもらおうと思いますので、はい、いいねを押していただいて、これ、うわー、すげー、綺麗、膝立ち打たんでええかもう一球これみたいな、あえっぐい今の絶対今日あれですよ、今日さてマスさんで感化されてる、7万円当てってるとか、はいはい、また新しいライバルができました。いやいいや、こういうのが楽しいやん、ね、WGS あるあるじゃない、うん、確かに、クライアント同士がこうせテストたくさんするから、はい、刺激受けてね、みんな、はい、クライアントだけじゃなくてさ、今やったらさ、まあ12人を筆頭にみんな刺激を受け、はいはい、与え合って、うん、いやすげえな、すげえ、フィニッシュ壊せるしな、確かにめっちゃ壊せるよ、だからめっちゃいい球いくもん、そうか、そこに現れるんですね、やっぱフィニッシュって右サイドの仕事の結果じゃないですか、そうか、はいはいはい、右サイドの仕事が変わってきた、そうか、なるほど、えぐいな。ということで皆さん、このね、多くの世の中のシングルが打てもしない膝立ち打ちですよ、ハンドアクションレベルが低いのを晒してくれる、はい、いや、えぐいって、うん、これがね、ほとんどのシングルは打てないんですよ、はい、びっくりすることに、はい、だからね、ちょっとね、たかがね、2、3ヶ月ね、ラウンドいかんかったぐらいで、ね、はい、90叩いたり100叩いたりしようですよ。マさんもう何年叩いてないですか。5年ぐらい叩いてないですね。5年ぐらい叩いてないですね。僕はもう何十年叩いてないです。そうですよね。別にしかも僕月2、3行かないですからね。ダウンドも。僕もあの月じゃは年間10以上行かないです。はいはいはい、はい。10までですよ行ってる。でも叩かないですよ、はい、そんなもん。これも戦い理由はマスターも僕も簡単で、はい、あの膝立ち打ちが打てるからです、はい、間違いないです、簡単に、はい、あの打てるですからね、打てるっていうのはねじれのないストレートドローのみです、うん、この弾道です、うん、これのみです、はい、あとのフックやチーピン、はい、スライスやフェード、これは打てたんじゃなくて当たったです、あ、はいはい、当たったです、最初は当たったからでいいと思うけどね、うん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 、確かに当たるだけでも最初しないですもん、ね、当たることしない鬼のようにダフるんだ、ね、ダフった上で当たるだけだ、そうですね、うわめっちゃ綺麗、綺麗、綺麗っていう感じでね、皆さんあのね、あのシングルに近い人とか、はい、いると思うんですよ、視聴者の中で、ね、はい、まあ、現実にシングルもいるかもしれない、はい、あのシングルはシングルでもハンドアクションレベルは全然違うと思うんですね、マッサーと比べて、うん、まあ、俺と比べたらもっと天と地の差、天と地する、はい、でもこれを一気に縮めれるのはこのドリル、うん、膝立ち打ちです、うん、これをねじれのないストレートドロー、今トスプロが打ってるような、はいはい、まっすぐねじれのないストレートドローが打てるようになってくると、ハンドアクションレベルが上がるんで、2、3ヶ月ね、ラウンド行かへんでもシールが叩かなくなる、確かに今行かんかったら叩くでしょ、みんな、はい、でも届かないですね、絶対それはないですね、絶対ないです、はい、おー、綺麗っていう感じのねことが起こるんで、はい、打てないシングルは、まあ一回試してみ、はい、プライドあるから打てへんやろうか、やれへんやろうけど恥ずかしくて、はい、打てへんかった時のことを考えてなるほど、ね、その自分を許せないですね、はい、でもね、やってみないとわからないよ、そんな感じでも、はい、やってみたらわからないよ、これやってみたらやっとそこで向き合えるんですよ、自分の実力が分かってる、なんでやっていう、なんでって、おいおいこれもう立っていい、はい、
いやほんまにこれやって打てへんかったら、うん、こんなん意味ないわ。ああ、ね、それよく聞きますね、うん、それはこんなん意味ないわっていう人おるけど、はい、意味しかないから、はい、意味ないわね、逃げんなよと思うんですよ、はいはいはい、基本はあのなんていうんですか、逃げるやつってキモいですよね。いやキモいです本当に、ほんまに気合と根性ないやん。いやいや本当それ本当本当本当そうですよ。なんかほんまに何においても嫌いですね僕は。せめてねできるようになってから意味がねないとか意味があるない、はい、あの9万円175飛ばす意味があるのって言ってきたやつ、はい、せめてそこに行ってから言う。そうですよね、その世界を見てから。やばっ、また変わった。やばい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 って。これがドリル効果やね。確かにすげえめっちゃ晴れたんすね。やばかったですね、ほんすげえな。ほんま俺は気合いとかじゃないのに、気合いとかじゃ、まあ俺があのなんて無人島に持っていく時のミス。はい、そうですね。ありましたね。ありましたよ。言ってもいいですか。はいはい、もちろん。あの皆さん無人島に三つ持っていくっていうか質問されたら、三つ持ってって言いますか。なんて答えます。僕これなんか十の質問で聞かれた。一個入ってた。一個だけ。一個だけ質問。そう、十個のうち九個哲学的な。はいはい、いい質問。質問やったら、一個でこのアホみたいな質問が入ってきて。マサさんなんて答えます。これちなみにマツさんとトシプロも答えてます、ね、これはブロマガの前が全然しか聞けないんですけど、これだけは僕答えてもいいと思ってるんで、あの哲学的なことじゃなくてアホみたいな質問やったら。これ多分あの一般的によく答えられるライターとか言われるじゃん。いや一般的はどうでもいい、はい、マサさんが、あ自分がもし持っていくとしたらですか、はいはい、でもやっぱりライター、ナイフ、ライターナイフまでは決まってくるけどな。もうこう僕もっと即答ですよ。そうです、早かったですね。僕即答ですよ。じゃあ水筒、あ水筒水食べるため。なるほど、なるほど。僕言っていいですか、はい、なんて言ったか、はい、はい、僕が答えたのは即答で、はいはい、知性と情熱と魂。間違えます。かっこいい、はいはい、即答でした、はい、即答ですね、はい、だって知性あったら何とでもやってくれるでしょ。策が、策が見つかる。情熱があったらそこで生きることは、はい、そうだ、気合いと根性ですよね。魂、はい、これって生きてる証拠ってまさに間違いないです。それ以外のものいる、はい、うん、なるほど。それぐらい、それぐらい全ては気合いと根性ですよ、ね、ちょっと楽しようとしました。そうですね、だって火なんか起こせるんですよ。そうですね、知恵だったら。そうですよ、でしょ。おい、すげえ、何じゃそら。やば、ナイフなんて作れますよ。そうかそうか、はい、確かに知性がある。知性がある、はい、何を楽しようとしてるんだろう。水筒ろ過できますよ。知性があれば、知性があれば、何だよ。全部いらんもんでした。いらんことないです。いらんことないです。だって僕それ言った瞬間にトシプロに速攻え気持ちですかって。トシさんに突っ込みましょう。珍しくトシプロ気持ちしかないよとかね、僕気持ちですかって突っ込みましょう。ほんまに気合いとこんじゃないよとか。そんぐらいですね。でもほんまゴルフに対してはそれぐらい大事ですよ、気持ち。ほんま道具買い替えてる暇あるんやったらお前の気合の根性入れ直せよって思っちゃうんですよ。確かな、間違いなくそうですね。はぁ、うん、やば、気持ち今のやば。フィニッシュもマジで変わってるし、変わってるほんまに、すげえ、すげえ、ほんまにすごいな。こんなすぐ変わるもんなんですか。え、大丈夫、大丈夫、あ、大丈夫、すごいわ、大丈夫。え、ほんまにすごいと思ってるわ、今しっかし、一番良くない。いや、今日やばい。今の一発はやばかったです。特にやばかったです。他もやばいですけど、膝立ちよって思った。膝立ちで、だって今日いつも以上になんかあれですよ、回ってないですよ。あー、確かに、はい、なんかあの効果、あの関節の効果でかいですよ、これ。なるほどね。えぐいわ、すげえ、やば。しかしフェアウェイ外さんすね、ほんまに外さない、ほんまに、それが恐ろしい。これなのに僕に勝負したらって言ってくるの。勝負したら何年ラウンドやってんねんっていう。自分のゴルフもされてないわ、ラウンドそもそも行って。カクテル要素が見当たらないんですよ、僕。ですね。何やろな、何かあるかな、出る要素。ラウンドですか、はい、パターを消すとかね。あ、パターを禁止とかの男。あ、もう腹を壊していくしかないのか。あ、確かに確かに。昼飯も昼飯で重くと壊してる。酒飲ましたよ。あ、酒かって俺それパワハラみたいな。あ、
嫌いやからな、そういう古速、そういう古速なことはね、はい、いや、ほんまにずっと、ということで、今夜の動画はトシプロのドライバーショットのエグさ、はい、エグいっす、まあ、見ていただきながらね、膝立ち打ちがどれだけ大事かっていうのが伝わる動画となったんじゃないかなと思いますんで、ハンドアクションレベル上げたい人、まあスコア常に90を叩かないゴルフを目指されている方、あと美しいスイングですね、欧米人プロ、韓国人プロのようなスイングを目指されている方なんかも膝立ち打ちは必須のドリルとなっていますので、はい、ぜひともねやっていただいて、自分の今の実力ってものを確かめた上でハンドアクションと向き合って徹底していただければ、その先の未来にはね大きな光が差し込んでくると思いますので、ぜひともうちの動画見続けながらやってみてください。 WGSL はチャンネル登録者数を100万人目指して頑張っております。お力添えお願いいたします。 またコメントの方もまたたくさんお待ちしております。どんどん増えたと思うんで、コメントをたくさんお待ちしております。過去アンチコメントのため口とひがみコメントは速攻でブロックしています。今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。あ、いいね押せよ。感謝しています。それでは失礼いたします。感謝してます。ありがとうございました。その後に、いいね押せよで感謝しますって意味わからない。そうですね。つながりとして。前は。